夜とするか。夜するか。ちょっとなんか連戦っぽいんだよな。で、結構ちょっと武器やら何やら破壊されてしまったんだが、ミスリルアーマー。光の、お、光の、あ、結構あんの、おなかなかいいのあんじゃねえか。おう。あ、他のやつからちょっとあれか、踏んだけでもいいか。そうだ、踏んだけど。あ、いいのあんじゃねえか。そうだ。もういらないだろ、君たち、それ。全部汚せ。全部汚すんだ、俺に。そうだ、それも汚せ。守りの指輪もそうだ。お、いいのが持って、いいの持ってんじゃねえか、君は。よし、終わってよかった。よかったよ、そういうの持ってくれて。助かった。よし、もうここで剥ぎ取る。もう全員のあれだからな。と全員の協力が必要なの、ここは。じゃあ、ここでクリスタルメールがいけると思ったな。そんなこれ変わんないんだな。これもこれも。まあいいや。あ、誰だっけ、破壊されたの。破壊されたやつ誰だ。あ、こっちもか。白の。属性魔法のダメージを。まあ、それもありかもな。それにしとくか。あれ、黒装束か、装備したの。まあ、しょうがない。まあ、これもしょうがないな。まあ、生きてるそういうこともあるんだろう。グロリアどうすかな。なんかモンスターとかなんか出てくるんであればなんかあれか。まあ、結構ちまちまそれで殴るのが、割とそれがまあ効いてくんじゃないかなっていう感じもすっけよな。あとは、そうだ。忘れないうちに。セットっつかあれだよな。お、もう来ましたね。これがなんだ、アクセサリー剥がせる。まだ強いのか。ああ、まあいいや。弱がら。じゃあ行くか。さあ、あと何年、何戦あるんだ、一体。あと二人。あ、そういう系が来たか。そういう系が来ちゃったのね。結構、この労働八幡って強いんだよな。割と強いんだよね。まあ、アグリアスの、こうだな。さあ、どんな感じになるんだろうか。ミューロンド。結構、でも、その、なんか、割とあれだな、その、なんか、なんつうの、レイズとかなんか調してんだよな。なんか、まあ、アイテム、でもなんか、アイテムは最近そんな使ってないんだよな。また人が大量にいるんだよね。お、すげえいっぱいいんな。多分こいつを倒せばなんかどうにかなんじゃないか。クレティアン。ローハルがやられたのか。こいつ結構な若そうだよな。今度こいつか。あれ、忍者かな。忍者っぽいよね。一回まあなんかちょっと、早いな、やっぱり。アグリアスで一気に寝るのがいいか。そういう感じね。お、これなんだ。おー、いいね。もうヘイストだな。まずはヘイスト。もう一気にやるか。忍者がここにいるからな。まずここで。やるべきでしょう。あ、届かないね。ギリ届かないとか。だったらこっちか。頼むぞ。まあ、いいか。とりあえずは OK。ヘイスト。まあ、とりあえずゴーレムやっとけば、まあ、結構いい感じになんじゃねえか。ミスか。あ、まあ、いいでしょう。こいつもどうせなんかやってくんだろう。お、意外とやってこない。じゃあ、ここであれだな。まずゴーレム。まあ、移動しとくか。操作楽です。何や、うーお、飛んできた。飛んできやがった。あの、これチャンスか。この A 処置はあれだな、チャンスだな。って考えると、もう一気にぶっ倒した方がいいんじゃねえよ。この近隣の。これやって、裏回しの、なるほど。
お、結構いいダメージ。あ、そういうあれ、ちょっとそれはまずいね。でまずこれで固める。これもそこで蹴りつけるかも。オッケー。これなんかもう余計ななんか相手しない方がいいだろう。サンダース、サンダースも来たか。お、まあ遠すぎぐらいだったら大したあれじゃないな。もう構ってらんねえな。まあちょっともう行きつつ、まあ、ぶっ倒すよりも届かない、多分届かなかったねかな。オッケー。さあどんどん行かないとな。グロリアちょっと離れすぎたか。いいね、ここでやっとけばなんかあれあったんじゃねえか。ちょっとこれホーリーやっちゃおうぜ。ぶちかます。まあ移動しとくか。アバムホーリーか。まあ大丈夫だろ多分。ちょっと心配だな。うわ強いな、やったな。しかもここで離れたってのはちょっとあれだね、結構引っかかんだよな。そこがだいぶあれだが、あ、これ届いたんじゃねえかもしれない。あの合計届いたかもな。よし、あ、全然あれじゃん、速攻じゃん。この戦い OK か。終わりだ。さあ次何来るんだ一体。あっちか。てってれってって、よし、まあとりあえず間に合ったから OK。 結構ガンガン進んでるよな。まあ OK かな、ここは OK。 さあまたそれ系か。まあいつもの感じでいいんじゃねえか。まあグロリアはグロリアで、まあ結構まあいい感じのなんかあれになってんじゃねえかな多分だが。はい、失われた聖域、なんかそれでもなんかそれっぽいところに来てんな。でも結構もうパートあれだよな、もう40、もうだいぶいってんだよね。もうなんか、ありとありじゃねえかも。おー、また、うわ、すげえ、モンスターがいっぱいいる。とんでもないな、これ。これとんでもねえ。バルク、小僧相手裏。あ、こいつなら遠い昔にあったっけ？これが通ったのは今度そういうかね。これなんか、あいつかなんか酒場かどっかにいたやつ。しかも、こいつちょっとなんかめんどくさそうななんかあれだよね。今度はこいつを倒すって言われたな。モンスターがいっぱいのが気になるな。こいつあれか、ちょっと。どうせやってくんだろ、そうやって。ドンアク、はぁ、あ。行動封じ、確かも最悪だな、それ。結構最悪なあれじゃん。間違えてー。まあいいや。確実に入ると限らんから。これはどっから行くべきなんだ。これ行けんのか、ピョンって言って。こっちから行くわ、もう。よくわからんが。もうちょっとガバッと。あ、でも、コード封じられたらあれか。ちょっとあいつまずいな、結構。まあ、じゃあ固めていった方がいいんじゃねえか。こうやっていくか。こいつはどうやってやってるんだろうな。わけのわかんないことだ。オッケー。いや、アイテムスっていうのが厄介なやついいんだよな。ハイドラ。飛んでくんのか。もうまとめてきたところをなんつうの、一気にもうガッてやった方がいい気がするんだよね。あ、トリプルフレーム入るんだ。お、ああ、そういう系のやつか。なんかラファっつうかなんかマラークか、マラークの技かな、あんな感じだよね。でここはもうちょっと叫ぶやっといてみたいな感じでいくか。
うい。極限まで上げといて。やっとけだろ。もうこいつら一気にもバーってやってなんか。もうそうしようでも。ダークベイもすごいんだよね。来たか。さあ問題はちょっとあれなんだよな。あれが効かないんだよね。さあもう行く、行くしかないかも。まあそれかもメリアドールもガーって一気に行っちゃってなんかやるのもありだな。ここでヘイストがまあ行ってくれれば。頼むぞ。エラムザ強化しつつ行くみたいな。強化しつつなんかあっち側に行ってみたいな。行けんじゃねえか。ちょっとこれ出すぎたか。でもどっちにしても来るかな。これはまあこっちが無難か。こうだな。沈黙。こいつがちょっと変なことやってくるのがあれだな。おき、お普通に起きやがったなこいつ。ヨタは狙ってくんじゃん。めっちゃ強いんだが、しかも。なんだよ、座ってくんのか。まあでも逆にまあ、おとりってかなんかあれだな。まあだったら、ちょっと後ろに下げといて、奴が来んの待って、みたいな。やるか、じゃあ。じゃあもうあれだな。よし、もう一気に蹴りつけようぜ。いけっかな。ちょっと危ないが。ちょっとリスキーか。あそこにアイテム師もいるからな。アイテム師がいるのと、このなんつうの、あいつがいるからな。これちょっと出すぎだね。お、あ、結構入るな。あ、強いな。あ、これまずいかもしんね。これ結構まずいね。せめてラムさん行ってくんねえか、これ。あ、そっち？見切ってくれ。おお。なんで、あいつがこんな出てくるんだったらなんかあれだな。こいつがちょっと厄介だな。お、引いてくんねえか、ちょっと。出た、これはちょっと。と言ったが、これアグリアスうまいこと言ってくれれば。やめろ、チャペル上げる、やめろ。危ねえ。よし、 OK、 入った。これは今日食らうんじゃねえか。全然食らねえ。マジか、結構あれだったんだけどな。命がけの感じだったわ。よし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 。届くか。これが届いてくれれば私は非常に。よし、届く。これならいけんだろ。よし、あれちょっと。一応殴っとくか。念のために殴っとこう。ガード。まだあれか。何もできんのよね。まあ、一旦引いとくか。で、こうラムザ来てくれれば。お。ああ。成り下がってしまったが。そこまでして生きていたのは哀れだな。いいものだぞ、小僧。俺はようやく本物を逃げられたんだからな。あくまで魂を売った者をどこか逃げたというんだ。象徴することで俺は人間と一緒のトップに立った。なるほど。俺は本当の自由を手に入れた。本物の人間になれたんだ。これで平等な扱いを受けられる。全部そっぱじだ、そんな。それで本物の人間だって笑わせるな。自分の力で勝ち取らない自由に何の意味がある。人間は誇りを失った瞬間から自由ではなくなるんだ。次の深いこと言ってんだ。誇りを失い貴族の顔色が変わった瞬間からすでに自由を放棄していたんだ。この世に平等なんてあるものか。平等は与えられるものじゃない。自分で勝ち取る権利なんだ。お、そうだね、嘘っぱちのあれだ。お前、裸の王様なのさ。かっこいいな。ラムザがとんでもなくかっこいい。よし、終わりだ。終わりにしてやろう。
さあ貫け。何？残ったな。お前逃がさんぞ。お前逃がさんぞ、さすがに。なあ、なんだ、いけないじゃねえか。ちょっと待って。行動の殴る、あ、いける。倒せ。まあ、多分大丈夫。いや、ギリギリか、これは。こいつも来んじゃねえか、ちょっと厄介な奴らが。おやめろ。危ねえ。待て。いくつだ。まあ、地裂だね、確実にやった方がいいか。結構ガードされたら、ガードされる可能性あるからな。これで、終わりだ。よし。残念だが。おらせるのか。死を調子したはずでは。怒涛のでもなんかあれだな。今日の怒涛の夜なんかあれだ、来てるな。いろんなやつが。よし、行くかじゃあ。連戦に連、すぐあれだな、連戦だな、ほんと。てるな、結構ちょっと厄介そうなあれだね。まあ、そんな変わらんか、こうでいいか。まあいいでしょう。どんな感じなんだろうな。引く手の墓場。何が来るってんだここは。お、ちょっとなんかやばそうなあれだね。おお、なんか物々しいな。あ、生贄的ななんかあれじゃん。なぜバルーンが発動しない。聖天使の魂が宿っている。蹴りつけんのかな。あじゃら生まれ変わりないのか。はは。来たか。来たぞ。そこまでだ。諦めて出してアルマ顔するんだ。いい発動するぞ。血が足りないと言ったのだ。なるほど。いけねえ的な。勝手ながらどんどん喋ってんだよな。その前に貴様たちいけねえにしてやろう。何一人どんどん喋ってんだ君は。おこいつあれかい。お、あーでもどうせなんか変なやつ召喚してくんだろうな。なんかな、あ、デーモン系のやつはなんかあれじゃないか。おお、ずぶんなんかまがまがしいな。走り回り部。お、一人か。おお、一人。逆に考えると強いぞ、絶対こいつ。絶対強いじゃん。やってくんだよこうやってな。呪縛ってなんだっけ。うーわ、やってんだよなマジで。そういうことやんのよこいつは。とんでもねえぞ。エサ隠すのか。ミスミス。おい、ちょっと待ってくれ。俺こいつらこのメンツでどうにかしなきゃいけないの。まあ一応ゴーレムか。ちょっといきなりストップはないんじゃないの。これなんかそのあれ間違えたかもな。その編成というか後ろの方にしとけばなんかあれあったかもな。いけたかもな。もう結構いけてんね。あえてこうメリアドール出すといてみたいな。それはありな気がするんだ。やっとくかじゃあ。うん、ダメージ OK だな。
これ聞かないのか。時回るどうにかならんの。スローじゃ。まあ。解消可能動脈飛ばせる。ああ、これ多分無理っぽいな。ちょっと無理っぽいね。ってなると、解消解読か。いずれあれかなんか、復活するのかな。この二人の結構きついぞ。さすがにちょっときついんじゃねえか、俺。あ、オッケーオッケーオッケー。行くしかねえか。うわ、全然食らねえ。で、ここでホーリーかけるわけにはいかないっていう感じよね。ペーストだな。とりあえずメリアドールを。メリアドール強化しとけば。どうにかなんじゃねえかなっていう。おい、まあ、ちまちまやっていくか。こいつがまあ殴りとかで来てくれればな。あ、いいんじゃないの。逆にはそれ助かるな。割となんか意外とあれだな、なんていうの、まっすぐというか。ジャンプやってみっか。お、いいね。これはいけんじゃねえか。もうだいぶなんかあるだべ。それはだいぶ見えてきたな。そうね。結構舐められると結構きついからな。お、いいじゃないか。お、いいね。ただのまあ殴り切らったらいいよな。お、あれもしっかりしろ。大丈夫か。無駄だ、そんなに見かけても大きい。俺は何をした。娘の意識が覚醒してたら困るんだよ。この世界の我々の仲間を呼ぶと重大な使命をな。はあ、天使的な、そのなんつうの、弱いんだけど、よくわからんがもぶっ飛ばすかも。よし、曲が怖いんだよな。あ、これ来るんじゃねえか、そろそろ。あ、違うか。うわ、やったな、やったな、こいつ倒した。まだ目覚めるのか。お、目覚めた。邪魔されるものか。我が命不可には捧げようぞ。うわ、すごいことやってんな。自分の命をなんかそこまでするなんて、なんかあれだな、これとんでもねえな。なんてとんでもないやつなんだ。うわ、なんかなっちまった。アジョラ、これは取れましたぞ。どうすんのこれ。ラグナロクだってよ。ラグナロク来たか、ついに。なんということ、これぼちぼちあれかも、最後なのかな。バインドアウト。Next time.